片瀬白田駅は、静岡県加茂郡東伊豆町白田にある、伊豆急行伊豆急行線の駅である。駅番号は、合図10。白田川両岸に広がる集落にちなむ。地名の、白田は、駅名と、漢字表記は同じながら、読みは、白田である。白田地区に駅が建設されることが決定した際、駅が設けられなかった、片瀬地区住民に配慮して駅名は、 伊豆片瀬になる予定であった。しかし、城田地区住民の要望により、開業直前に片瀬城田に変更された。ホーム相対式ホーム2面2線を有する森土駅。2番線側が直線となる一線スルー構造になっている。2019年度の1日平均乗車人員は213人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。 ホーム、伊豆稲取法からは海を望むことができる。毎年元日に運転される、臨時列車、伊豆初日の出後は当駅で停車し、初日の出を見ることができるようになっている。2003年に放送されたサントリーフーズの飲料品、燃焼系網の式、2019年に大塚製薬の飲料品、オロナミン C の CM が撮影された場所としても有名である。ありがとうございます。